どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日は、はい、登場しました。どうもハニーさん、また登場していただきました。ということは、もういつも恒例になっております、夫婦でウクレレセッションしちゃおう、夫婦セッションのコーナーでございます。今日はですちょっとね、いつもと撮影場所を変えて、ね、いつものリビングルームで、うん、今日は撮ろうかなと、はい、いつもっぽく ね、なんでかというと、こっちの方が暖房効いてたらなんかそう2人でね、なんか今日はこっちで撮ろうかな。寒いからね、そう今日はね、そうそう今日寒いんですよ ね、雨降ってしね。でもそんな中でもこう音楽でね、もうね、あったかい場所に行っちゃおうみたいな感じで、今日取り上げる曲はいい曲ですよ。なんでいい曲、僕が作った曲です。ガズレレで今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ウクレレ音楽楽しんでくださってると思うんですけど、やっぱガズレレにも効果がいる必要でしょうと、ガズレレソングという曲があります。ガズレレソング、そのまんま、これはですね、まあ、僕はもう南国ハワイをイメージして、うん、まあ、ウクレレでこう本当入門コード5個ですよ。そうだね、これね、5個でね、この世界観ゆるゆるい感じで初心者の方もできる曲なんでね、ぜひこれ一緒に歌いませんか。我々とセッションしましょう。我々とか言っちゃう僕たちとセッションしましょう。あ、そしてもしかしてね、この動画初めて見てくださった方で、うん、ウクレレで音楽やるの面白そうだな、私にもできるかなと思った方、めちゃくちゃ簡単にできるんですよ。今ご覧になってくださってるガズレレではね、あっという間にできる方法があります。そのやり方、ここにリンク貼っておきます。ここご注目です。ぜひ始めましょう。この曲ね、ワンブロックにいつも4回なんですけど、8回という計算になりますんで、ちょっとそこだけ気にしておいてください。ワンブロック8回計算なんで、8ビートだとジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャンジャン、これでワンブロックになるという、まあ聴いていただければすぐ分かると思うんですけど、まだこの曲知らないよという方はですね、この本編、まあ、演奏動画終わった後に、レッスン動画のリンクも、ね、貼っておくんで、概要欄にも貼っておきますけど、はい、じゃあやってまいりますか。はい、はい、じゃあ2人でガズレレソング、はい、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ドー。
走る。いや、いいですね。ねえ。いや、ステイホームしながら今もうね、僕らの心はね、こう海が見えるこうビーチにいるみたいな。あ、まあね、まあ本当音楽ってすごいですよね、うん、こう一緒に奏でてるだけで、うん、なんかこう旅行までできちゃうみたいなのがありますけど ね、まあ、この曲はもう僕が作った曲なんで、もう大好きなハワイをイメージして作った曲です。もう行ってないね、しばらくね。今日寒いけど終わったことになっちゃったね。そう、今日ね、雨降ってね、本当雪のところもあるのかなって感じですけど、うん、その中でもね、今こうやってたらもうね、体揺らしてもほっこり気分になって、うん、やっぱ音楽がですね、こう日常生活の中にね、うん、あるというこの豊かさ、ね、最高ですよね。音楽どんどんやりましょう。で、今ねこのガズレレソング、これガズレレの効果って言ってますから、もうガズレレ見てくださってる方ぜひ覚えてください。コードは5個ですよ、5個。たった5個で今の曲ゆったりもう南国気分で奏でる、これ最高です。で、今の動画でね、まあよかったらセッションしてもらいたいんですけど、レッスン動画ここに貼っときますから、このここね、はい、じっくりちょっとこれ取り組んでみてください、はい、簡単だし、うん、本当いかにもねウクレレによく似合うゆるい曲ということで、ね、はい、これをねまたね、また会える時にドーンとみんなで歌おうみたいなね、そういう妄想してますから今のうちから練習しておいてください、はい、そんなわけでね、まあ、引き続きガズレレ YouTube もどんどんね楽しいレッスン動画みたいなの出していきますんで、皆さんもあの時間ある時にちょっとやってみてください。音楽聴くよりやろうが楽しい。またガズレレ YouTube チャンネル引き続きよろしくお願いします、はい、それじゃあ皆さんバイバーイ。